3月が始まりましたね。もう季節は春に近づいてますけど、3月は別れのシーズンでもあります。そんな別れのシーズン、そして次は出会いのシーズン、そしてどんどん旅行のシーズンになり、いろんなシーズンが訪れてくると思います。僕自身の最高のシーズンは夏前、秋が最高のシーズンだと思ってます。3月9日、流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めます。大きな首をした後に、少し照れてるあなたの横で、新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。うまくはいかぬこともあるけれど、手を仰げばそれさえ小さくて、青い空は凛と澄んで、羊雲は静かに揺れる、花咲くを待つ喜びを分かち合えるのであれば、それは幸せ。君の隣でそっと微笑んで、瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。安室奈美恵さんは太陽のシーズン、 Life is beautiful。